はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。12時を回りましたね。まったりとした午後になってますこういうの大好きなんですよ。日も照ってますしね、全然寒くない寒くないし暑くもない、電気もつけなくていいとこのやっぱり自然光がいいですね。で、窓を開けてますと外からちょっとですね、あの工事のおじさんたちの声が聞こえてきたりしますねいやー、いいですね。ただ今日はね、ちょっとねお呼ばれがありましてですね、もう今で緊急事態宣言終わったとはいえ営業が9時まででしょ確か。だからね、呼ばれたんで5時5時にお店来てくださいって言われて、行きますよそんな喜んで、はいはいっつって、そうですね。それで神田の方へ出かけますんで、4時半頃にここを出ますから、あとまあ4時間ぐらいいるわけですけど、なんかネタないかいなと思って産経新聞のサイトを見てましたら、こんなんありましたね。ピンクレディ解散40年、変遷したアイドルとファン。今日の朝の8時に出た記事でございました。ちょっとだけ読みますと、数々のヒット曲を生んだ昭和を代表するアイドルピンクレディが解散して31日で40年となる。この間おにゃんこクラブやモーニング娘 AKB48 かおっさんやな、ね、言えへんねAKB48 など次々と国民的アイドルが登場し、社会現象を巻き起こしたうにゃ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 って書いてあります。ピンクレディね、僕らが中学生ぐらいの時に全盛期でした。で、解散が40年前と言いますから、私が18歳の時ですね。18歳で大学に 入ろう、ね、ちょっと待って、40年でしょ今、そうですね、大学に入ろうとする年ですね。1年生に、明日から1年生みたいな、そういう時に解散なさっていたんですね。僕ら中学ぐらいの全盛で、高校の時にはもう全盛期過ぎてたんちゃうかなという感じがしますね。そうですね。で、私らがですね、高校入ったぐらいの時にピンクレディシャワー、キャンディーズが解散をした。私どっちかというとキャンディーズの方が好きでしたけどね。カラオケでキャンディーズメドレーって昔よく踊ってましたけどねーって今でも歌えるんちゃうかな。あれ歌うとね、みんなびっくりするんですよ。こんなおっさんがね、キャンディーズメドレーとかってちょっとやりませんけどピンクレディはね、中学の時でしょ、中学2年生ぐらいの時に2年生やったんじゃないのかなという気がしますけど、私ら中学の時って、私のね行ったのは京都市立近衛中学という中学なんですけども、京大のキャンパスに挟まれているような中学でございました。まあ昔近衛さんの屋敷があったんでしょうね。だから近衛町というところなんですね。京都市左京区近衛、吉田近衛町かなにあるから多分近衛中学なんですけど、名門なんですよ。昔の京都府立一中のあれを引く洛北高校と近衛中学は名門なんですけど、そこに行ってる時に、この中学は私服やったんですよ。今はどうか知りませんよ。当時の京都市立近衛中学は京都市内の市立一律中学校の中で、公立中学校の中で唯一私服やったんちゃうかな。まあ北白川の連中が来てましてですね、北白川の連中っていうのは何回もお金持ちが多いんですよ。お上品な人々が多くて、私はそこへ越境で行ったんですね。私が出たのは京都市立第三近隣小学校というところを卒業してですね、本来この中学に行かずに岡崎中学に行かなあかんんですけど、親がですね、あんな中学に行ってたらお前また悪なるとか越境させたんですね。それでまあ何も知らん、右も左も分からんこの中学で3年間過ごしたんですけども、その子の中学は私立、私服だったわけでして、じゃあ女子がですね、みんな私服で来るんですけども、ちょうどミニスカートブームが終わった直後でございまして、女子は当時は皆さんスカートだったんですね。で、長いスカートを履いていらっしゃるわけですけども、で、僕ら小学校の時まではミニスカブームやったんです。1962年の生まれですから、この中学に入ったのは多分1974年だと思いますけども、ミニスカブームが終わって、その女子が、女性
世の中のあらゆる女性がですねミニスカート履かなくなった時にですねピンクレディが現れてですねテレビの中でで、バッキバキのミニスカート履いてるんですよね。これがねバカ受けしたんですよ、はっきり言うて。はっきり言うと私もでもものすごい新鮮でした。うわーと、あのミニスカを見られるのはですね8時台を全員集合とですねピンクレディだけやったみたいな記憶ありますけど。あとはスクールメイツってありますよね、なんかあの歌手の後ろで踊ってある、あれぐらいでね。いやでリアルに見ることもないですからねほとんどね、いやものすごいそれが新鮮で、当時あのテレビで歌を歌ってる歌手さんたちもですね、ほぼあの一瞬あの 2,3 年私の中学生時代の3年ぐらいミニスカほぼなくなりました。5年ぐらいか、中学校1年生から高校2年生ぐらいまでほぼなくなりました5年ぐらい。でそこでやっぱりピンクレディっていうのがですねミニスカでキャーンと出てきてですね、あの歌って踊るという、あの今から思えばですねかなり完成度が低いアイドルなんですけど、あの衝撃的でしたねあれね。だからピンクレディが出てくるって言ったらおっさんたち兄ちゃんたちみんなビャーってテレビの前に座ってビャーって見てるわけですよ。その前に、キャンディーズが、まあ、同じようにミニスカ路線かな、あれよくわからんけど、で、あれですね、かなり人気を博して、まあ、あれも今から思えばですね、キャンディーズの3人もデコボコですもんね。今のピンクレディもデコボコ遠いでしょ。今のアイドル見てると、みんなは体型一緒やんっていう感じでしょ。いやまあ当時 の昭和はねご愛嬌でね、あの太ったっていうか肉好きのいいみーちゃんと痩せたけいちゃんとかって、ね、でみーはけいはって当時別れたの、お前どっちやねんって言って男どもはみんなどっちかに別れた、私別にどっちでもよかったですけど私は別にどっちでもよかったですね。あのキャンディーズもね真ん中にいるのがあれは誰でしたっけ、ランちゃんですね。で両隣がスーちゃんとミキちゃんやったかな、ちょっと痩せた方がミキちゃんでしたかね。スーさんが田中よし子さんがもう亡くなりになりましたね。ミキさんはあの芸能界引退されたんで今スーさんだけが伊藤蘭ですね、水谷豊の奥さんだと思いますけどがまだ時折お見かけしますね。やっぱり往年のあの可愛らしさっていうのを失ってらっしゃらなくてですね、びっくりしますけどね。そのピンクレディが40年前と言いますから、81年ですか。そう、さっき申しました通り、私が大学に入った年ですね。に解散してたんですね。そういやもうなんか解散とかってやってたような気がしますけども、18歳になったらね、さすがにね、もうアイドルなんか見えへん。というかテレビ自体をあんまり見なくなってましたよね18歳ぐらいで。それよりも世間おもろいこといっぱいあるよっていう感じですね。あの走り回ってたような、あるいはアルバイトに勤しんでたような気がしますね。おっさんになってもねアイドル追っかけ回してるおっさんいっぱいいますけど、あなな な, なんなんやろと思いますけど、要は精神的に大人になってないんでしょうね。もう全然そういうアイドルなんていうのも、まあ、どうでしょう、高校生中学生ぐらいの時以来、全く関係ないですよね。関係ないというかこうもう興味がないという、どんな子がいるのとか言って言うて、まあインターネットがなかった時代は、ね、やっぱりたまにテレビ見ますんでね、あこんな人おるんやと思いましたけど、どうですか20代の半ばぐらいから40代の半ばあるいは50ぐらいまでってほぼテレビを見ない、もう年に数時間しか見ないみたいなね、そういう生活を続けてくるともうポカーッとそこが空いててですね、誰かわからんわけですよ。世間でものすごい有名な僕スマップのね、スマップを一人一人識別できるようになったのはほんの10年ぐらい前ですよほんの10年ぐらい前で、もうそれまで全然わからない。スマップってよくテレビ見る SMAP っていう出て、あのテレビ欄に出てくるけどこれ何なんやろと思って、まさか SM のなんとかちゃうやろなと思ったんですけど、いやあの男性グループやったんですね。それを認識して一人一人この人が誰だこの人が誰だって分かるようになったのが10年ちょい前ですね。やっぱり仕事忙しいのと、あの子育てというのがありますから、もうそんなねのんびりとテレビを見てる時間なんかないんですよ。昼間一生懸命仕事しなあかんし、家帰ったら子育てしなあかんし、飲み行ったらおっさんら泣いてしなあかんしという、まあ忙しい忙しい、でだからスポッと抜けてまして、
そのスポット抜けてるもっと前にあるのがこのピンクレディやキャンディーズっていうあの昭和のアイドルさんたちで、私のようなもうジジイになろうかというおっさんにとってはですね、懐かしいし、嫌いではないです。熱狂的ファンではなかったですけど、嫌いではないけど、で時々ねお見かけしますよね。2人とも芸能界引退してらっしゃらないんでお見かけしますけど、もう僕より年上ですからね、今60代なんでしょうね。ご年齢をね重ねられたなというふうに、見てしまいますけども、40年ということですね。ちょっと懐かしいなと思って、無駄話をさせていただきました。はい、皆さんどうもありがとうございます。これ貼っときます。